で、安土桃山時代1573年から1603年になるんですけども、この時代わずか50年足らずの時代なんですけども、日本の絵画の美術史の中では非常に重要視されている時代になります。それは何でかっていうと、非常に豪華で分かりやすい作品がたくさん残っている時代なんですね。この時代っていうのは戦国時代なので、いろんな戦国大名というのが出てきて自分の城を持つわけなんですよ。でその城で自分の力を誇示するために、権力を見せつけるために非常に豪華な作品をいっぱい描かせるようになった、それを競い合うようになったっていうことで非常に多くの作品が残っているんです。じゃあどんな作家さんがいたのかっていうことなんですけども、有名なのが狩野永徳で、長谷川等伯、海宝優勝、雲谷等巌、この4人を合わせて桃山画壇四大巨匠というふうに呼ばれております。ただ四大巨匠なんですけども、僕個人的な感覚で言うと、狩野永徳が断然圧倒的ナンバーワンの力を持ってました。はい、狩野永徳っていうのは、さっき狩野派の基礎を築いた狩野元信のお孫さんになります。原獅子の屏風っていうのがね、すごく有名で、皆さんも一度は見たことあるんじゃないかなと思います。原獅子屏風、すごい豪華で分かりやすい力強い作品なんですけど、まあこういうふうなのとか、あと洛中洛外図屏風って、織田信長から上杉謙信に贈られたっていう、あの京都の、風景を描いた屏風なんですけども、これもすごい有名ですね。でその狩野永徳の対抗馬として出てくるのが長谷川等伯になります。この長谷川等伯っていうのは、もともと石川県能登の出身の作家さんなんですけども、京都の方に出ていて、最初は狩野派を学んでたらしいんですけども、そこから実力をどんどんつけるようになって、だんだん狩野永徳を脅かすような存在になってくるんですよ。で狩野永徳も結構、あいつはいい絵を描いてるからな、みたいな感じで、結構仕事を奪われそうになったりして、狩野永徳もすごい危険視をしてた狩野永徳のライバルが長谷川等伯です。でまあ、有名なのが松林図屏風、まあ、もちろんあのすごい豪華な絵も描いてたんですけども、これ墨絵なんですね。墨絵で日本水墨画の最高傑作っていうふうに言われるぐらいクオリティの高い作品を描いたのが長谷川等伯になります。これはね、あの墨一色で故郷の石川県能登の風景を描いているというふうに言われてまして、ちょうどねこれを描く頃ぐらいに長谷川等伯の息子さんが亡くなっちゃったんですね。でその悲しさと故郷を思うその気持ちをこの松林図屏風で描いたというふうに言われておりまして、まあ、なんでこれが最高傑作かって言われていると、あのすごい空気感とかもすごい表現してるんです。墨一色なんですけども、で後々あの明治時代ぐらいになって空気を描く方法はないかとかいうふうな、あのいろんな試みの中で朦朧体っていうのが明治時代ぐらいに出るんですけども、実はこの時代にはもうあの松林図屏風で空気の表現っていうのができてたんじゃないかというふうに言われているので、まあ、これすごい最高傑作として名高い作品になります、長谷川等伯。で次が海宝優勝さんという方なんですけども、この人はちょっとね経歴が非常に複雑で、あのお坊さんでもあり武士でもあり絵描きでもあるという非常にちょっと変わったあの経歴を持っている方です。で龍の名手で、京都にある建仁寺っていうお寺があるんですけども、そこに描かれている襖に描かれている龍っていうのがすごく有名です。僕も見に行ったんですけど、めちゃめちゃかっこいいので、もし、ま、多分今でもたまに公開とかしてると思うので、よかったら見に行ってください。めちゃめちゃかっこいいので。で最後が雲谷等巌って方なんですけども、この人は雪舟を継いだ男って言われてる。雪舟を継いだ男、なかなか言えないですけどね、かっこいいあのキャッチフレーズですけども、この人は山口県のお殿様、ちょうど毛利輝元に雪舟の絵を復興させてくれないかっていうふうに頼まれて、雪舟が住んでた、いおりを与えられて、で雪舟の作品を与えられて、それを模写したりするっていうところで、雪舟の絵を復興させようとして、時代に名を残した人になります。雲谷等伌、この4人が四大巨匠と言われております。ただ圧倒的だったのは、さっきも言いましたけど狩野永徳になります。ただね、この狩野永徳はね、圧倒的すぎて、いろんな受注をいっぱいいっぱい受けすぎて、まあ、大量生産やってたんですけど、体制整えてたんですけども、いっぱいいっぱい描きすぎて、みんな大体同じ時期に生まれてるんですけども、この人だけ早死にします。過労かなっていうちょっと疲れすぎたかなというので、狩野永徳が亡くなります。でこの狩野永徳の死っていうのがね、すごくこの狩野派にとっては一大衝撃で、どうすんだよみたいな感じになっちゃったんですよ。
で加納永徳が亡くなったことによって長谷川東博がめちゃめちゃ力をつけてくるんですね。で仕事を奪われたって実際あったんですよ。でもう加納派の中ではどうしたらいいんだ、川派も長谷川はめちゃめちゃ力つけてくるし、で時代はめっちゃこう流れてるじゃないですか。もう戦国乱世なんで豊臣もいるし徳川もいるし、朝廷もあるし、この先どうなるんだ、どこにつけばいいんだ、生き残れるんだってすごく加納一族の中で揉めることになって、どうしたら自分たちが生き残れるかっていうのを考えに考えて踏まれた作戦っていうのが世に有名な加納派の三面作戦っていう作戦なんですよ。これ何かっていうと、当時力を持ってた朝廷、豊臣家、徳川家、この3つに全部自分たちの一族を振り分けて紛れ込ますっていう、そういう作戦なんですね。でどっかが潰れてもどっかは生き残ってるから、それを中心に次の時代を生き抜こうっていう生き残り作戦なんですよ。苦肉の作戦なんですけど、すげえな、もうめちゃくちゃやなというようなところなんですけど、まあ頭いいですよね。どっかが潰れてもどっかは生き残るから、最終的には自分たちは生き残れるっていう、まあ、大量生産のその体制っていうのが生きてるのかなと思いますけど、これを行うことになったんですね。実際三面作戦といって、朝廷、豊臣家、徳川家、この 3つに入り込ん で結局生き残ったのは徳川家なんですね。まあ、朝廷は別に生き残らなかったわけじゃないんですけども、 力を持ったのはやっぱり徳川家だったと。なので徳川家を中心に江戸時代に入っていくと、その残ったものを江戸加納っていうんですけど、江戸加納を中心に次の江戸時代に入っていく。で残念ながらね、豊臣家についた、加納派っていうのは、別になくならなかったんですけども、なんか徳川からすごい嫌疑、疑いを、お前豊臣とつながってんじゃないかみたいな感じで疑いの目を向けられて、別に潰さられなかったんですけども、やっぱり日の目を浴びなくなって京都に、残るような形になったんですね。結局は朝廷の方に働くようになったというふうに言われてるんですけど、朝廷には土佐派がいるので、やっぱりなんかね、あんまり力、日の目を浴びなかったっていうふうに言われております。これを京加納って言われてます。なので京加納と江戸加納に分かれるんですけども、時代のこう流れで見るとやっぱり江戸加納を今後中心に発展していくっていう風な、こういうちょっと悲しいドラマもあった、一族が分かれるようなドラマもあったと言われております。面白いですよね。なかなか三面作戦、生き残り作戦の血みどろの絵描きも必死ですよ。ほんま生き残るためにはこういうのがあって、次の江戸時代どうなったかっていうのに移っていきます。はい、次が江戸時代になりまして、1603年から1868年ということで、250年ぐらい続くんですね。この江戸時代というのは非常に長い、日本史の歴史の中でも各時代を見ている中でも、まあ、めちゃめちゃ長い。でこの時代長い時代なんですけども、特に大きな戦乱というのがなかったんですね。まあ、ちっちゃいのはたくさんあったんですけども、そんなに大きな時代が大きな戦乱というのがなかったので、太平の時代だったんですね。やっぱ太平の時代っていうのは心が豊かになるので、さまざまな文化が花開いた時代といいます。なのでいろんな作家さん文化とかもこう出てきました。これを一つ一つ見ていきましょう。でこの時代の絵画の中心になったのはやっぱり加納派なんですね。生き残り作戦でパワーゲームに持ち込んで生き残った加納派が幕府の御用絵師として、オフィシャルペインターとして生き残ることになります。で徳川家康にすごく関わりを持ってた加納探幽を中心に、加納派っていうのがどんどん幕藩体制の中でいろんな藩にも御用絵師っていうのを送り込むようになって、もう完全に大量生産の体制で、もう一族総出で全部にこう入り込んだんですね。なので、もう圧倒的な不動の地位を得たのが加納派になります。でそれと同じぐらいに力を持ってたのが土佐派になります。宮廷の方でね、天皇とか公家さんの方で力を持ってた土佐派、これも土佐光興っていう人を中心に力を持ちます。この2人からずっと江戸時代の終わりぐらいまで加納派土佐派っていうのがこの時代の中心になります。ただね、あまりにもね、どっちもこう体制化するっていうことに特化しすぎたので、やっぱりこうマニュアル通りになっちゃうので、どうしてもねマンネリ化していってしまうんですね、この時代。もうそれこそ1700年中盤ぐらいになってくるとマンネリ化が起こってくるので、それ以外の何かないかっていうのがどんどん出てくるようになったっていう特徴がこの時代には挙げられます。いやもちろん加納派土佐派は圧倒的だったんですよ。圧倒的だったんですけど、やっぱり変わり種が欲しいじゃないですか。それを今回見ていきましょう。で加納派土佐派の他に出てきたのが有名なのが、ここで琳派が出ます。琳派、琳派は聞いたことないですか。琳派、これはね、後々のこう明治時代、大正時代、昭和初期ぐらいにかけてももう一回リバイバルを起こす、すごい今でもこう影響を与えている派なんですけど、琳派、
でリンパの特徴っていうのは装飾性がすごく特徴的な描き方になります。まあ、イメージとしては装飾的な絵といったらイラストレーションみたいな感じかな。デザインを重視した描き方になります。で実際どんな人がいたのかっていうのを見ていきましょう。でリンパの初期、江戸時代初期の作家さんで有名なのが俵屋宗達ですね。風神雷神図屏風、あれがまあ非常に有名だと思うんですけども、それを描いたのが俵屋宗達になります。そこから時代が少し経って次出てくるのが尾形光琳になります。柿つばた図屏風というのがすごい有名ですけど、あれもリアルじゃなくて、もともと着物か何かの商売やってる家に生まれて、その着物のデザインをモチーフに同じようなデザインをこう何個もこうリズミカルに配置した屏風、それが柿つばた図屏風なんですけども、これが非常に有名ですね。で次に出てくるのが酒井抱一という作家さんになります。酒井抱一は夏秋草図屏風っていう作品が有名です。これね、尾形光琳の描いた作品の裏側に勝手にかどうかわかんないですけど書いたんですよ。だからいいのかな、それモラル的に。普通ね、自分の作品は自分の屏風に書くもんなんですけども、尾形光琳の作品の裏側にどんだけ好きやねみたいな、めっちゃ好きやったみたいですけど、尾形光琳のことめっちゃ好きで、尾形光琳の作品の裏側に書いた夏秋草図屏風っていうのが、有名な代表作になります。でその後に出てくるのが鈴木喜一という作家さんになります。これは、空飛ぶ朝顔が有名ですね。別に空飛んでるわけじゃないんですけども、金屏風に朝顔が今度リズミカルに、尾形光琳が、柿つばたがこうリズミカルに描かれているのに対して、鈴木喜一っていうのは朝顔がすごいリズミカルに描かれているのがすごい装飾的で綺麗だねっていう、こういう風な、作家さんが出てきます。で次が、浮世絵になります。浮世絵ね、皆さんがもう思い浮かべる外国の人も知ってる浮世絵になります。これも江戸時代に出てきます。江戸時代の最初初期1600、700年ぐらいの間の中で、菱川師宣っていう人が描いたのが、一番始まり、もう浮世絵の祖っていうふうに言われたりしています。見返り美人っていうのが非常に有名ですよね。まあ肉筆の浮世絵だったんですけども、浮世絵っていうのは後々我々が知ってるようなこう印刷の木版画の形が出るんですけども、それ前までは肉筆画っていうのが、主流だったので、その肉筆画で見返り美人を描いたのが石川物信になります。で次に出てきたのが鈴木春信、鈴木春信というのは錦絵っていう木版画による多色刷りを可能にした、まあ、今我々が考える浮世絵の手法を考えたことで非常に有名な作家さんになります、鈴木春信。で次が北川歌麿になります。北川歌麿でいうと大首絵っていうね、こう上半身の上だけにすごい焦点を当てて描いたということで非常に注目を浴びた、作家さんになります。で次が東秀斎写楽ですね。噛みそうだね、写楽って言うんで、名字を言おうとすると結構噛みそうになりますけど、東秀斎写楽が出てきます。これも、大首絵なんですけども、大首絵、首から上の作品、首から上を描いた作品で、美人画を描いたのが北川歌麿で、役者絵を描いたのが東秀斎写楽になります。非常に謎が多い作家さんで、未だにあまりよく分かってない作家、もう浮世絵師の中でも非常に謎が多い作家と言われております。でその次に出てくるのが有名な葛飾北斎ですね。神奈川沖並み浦ザ・グレートウェイブオフ神奈川、なんかそんな感じの、英語で言うとそんな感じらしいんですけど、世界で一番有名な日本の絵画を描いたのが葛飾北斎になります。富岳36景というシリーズを出しましたね。でそれの対抗馬で歌川広重、これも有名ですね。東海道53粒とか、名所江戸百景とか、そういった有名なところを描いたのが歌川広重になります。で江戸時代末期ぐらいになってくると出てきたのが歌川国芳になります。これはねめちゃめちゃ面白い、もうなんだろうな、今見ても面白いな、何それかわいいとか、多分ね女性にすごい人気のある絵じゃないか、浮世絵じゃないかなと思うんですけど、めちゃめちゃ面白い作品をたくさん描いてる作家さんになります。これが、浮世絵の流れになります。で次が、南画になります。南画っていうと中国の唐とか宋の時代からずっと続いている中国の南の方で、描かれるようになった南州画という描き方を元に、描かれるような日本の作品が南画といいます。で南画で有名なのが、池の大画というのが江戸時代を代表する南画の作家さんになります。
これは絶対チェックしておいてください。であと与謝蕪村ですね、与謝蕪村もチェックしておいてください。与謝蕪村っていうのは鳶とカラスを描いた作品がすごい有名で切手にもなった作品なのでぜひ覚えておいてください、与謝蕪村。であと谷文晁ですね、関東の方で南画をすごく普及させた作家さんになります。弟子がめっちゃいたんですけどね、で弟子が自分の楽観反抗を使うことに全然文句を言わなかったので偽物が山ほど出てくるっていう、日本の掛け軸とかそういう作品の中で、まあ、贋作が多いトップ10には絶対入ってくるだろうなっていうような作家さんが谷文晁になります。はい、で次が、丸山四条派になりますね。丸山四条派というと、丸山って名前なんで丸山応挙が出てきます。丸山応挙聞いたことございますか。丸山京都の作家さんなんですけども、この人何で有名かっていうと、メガネっていうのがあって、こうなんか江戸時代に、箱があってレンズがあってそれを見ると物が立体的に見えるっていう、そういう風な箱があってそれを見たことがあるらしいんですよ。でこれを見てうおすごい立体的に見えるということで遠近法っていうものを学ぶようになって、でそこから写実にすごく特化するようになったんですね。写実ってこれまでの日本の絵画って距離感っていうのがあんまなかったんですよ。でそれを、まあ、この立体的に見えるということで遠近法を駆使するようになって写実的に物を描くことができるようになったのが丸山応挙になります。でこれが丸山応挙もいろんな弟子を取ることであってすごい一派になるんですね。丸山派というものが京都でできるようになります。で丸山応挙の、弟子ではないんですけどね、松村御春というのが出てくるんですけども、これは応挙にも学んでたんですけども、松村御春は応挙に弟子入りしようとしたんですよ。そしたら王家がいや君は私の弟子なんてそんなことは言わなくていいよ、君はよくできているから私と修正友でいいよ、一緒に絵を勉強しようみたいな感じで弟子になるのを断られて同格に扱われたっていう、それが松村御春なんですね。で王家が亡くなった後にこの丸山派を受け継ぐような形で四条派というのを生み出します。四条派なので丸山四条派というのは分けて言われることもありますけど一緒にくくって言われることの方が多いです。丸山四条派になりますね、松村御春。はい、で次が、奇想の画家ということで、まあ、変態画家ですね、江戸時代の変態画家、江戸時代には3人変態画家がいたと言われております。三大奇想の画家というふうに言われております。それが伊藤若冲、曽我松柏、長沢芦雪というこの3人になりますね。まあ、伊藤若冲はよくご存知だと思います。鶏がすごく有名で、まあ、家に鶏を放し飼いにしてずっとそれを写生して超リアルな鶏を描いた、もう生きてる以上にリアルな鶏を描いたというふうに言われております。もちろん鶏以外の絵もたくさん描いてるんですけどね、あまりにも鶏が有名で鶏の若冲みたいな感じになってますけども、まあ、非常にいろんな作品を残して、今でもすごく最近やった美術本当展覧会とかではもう客が外国人も含めてめちゃめちゃ殺到するぐらい世界中で今注目を集めている、作家さんになります。で曽我松柏っていうのは、ね、知らない方も多いかもしれないです。松の字がめちゃめちゃ漢字が難しいんですけど、ね、曽我松柏っていうのはすごく、ね、グロテスクな絵を描く人なんですけども、まあ、この人にしか描けないっていうような本当に変わった作品をたくさん残しています。で非常に気難しい作家らしくて、もう権力には絶対屈しねえみたいな感じで、でなんでお前のためなんか絵を描くかバカ野郎帰れみたいな感じで、すごい気難しい方だったらしいんですけど、池の大河とだけはすごく仲が良かったというふうに言われております。丸山応挙とはあんま仲良くなかったらしいんですけど、ね、こんな方も一緒に同時代を生きている作家さんになります。で次が長沢芦雪ですね。長沢芦雪っていうのは丸山応挙の弟子になります。大文字鉄っていう応挙の10人の優れた弟子っていう10人衆みたいなのがいたんですけども、それの一人が長沢芦雪っていうんですけども、長沢芦雪は全然師匠の言うこと聞かなくてめちゃめちゃはちゃめちゃな絵を描いて師匠によく怒られてたというふうに言われております。ただすんごい作品をめっちゃ残してるんですよ。ね、像を描いてる作品とかねめちゃめちゃ面白いんですよ。で和歌山かどっかに長沢芦雪の作品っていうのたくさんあるらしいので、またそういうのを見てみたいなとは思います、ね、長沢芦雪めちゃめちゃ面白いので、ぜひ一度チェックしてみてください。これが、江戸時代の三大奇想画家と言われております。で最後が、南蘋派と言われる作家さんです。南蘋派というのはちょうど江戸時代って長崎だけは鎖国してたけど、長崎だけは海外とこう交流があったという中で、中国から、渡ってきた、作家さんで新南蘋という人が渡ってきたんですね。でこの新南蘋という人が中国の画風というのを日本に伝えたんです。
でそれがあまりにもこうなんていうのすごいリアルで あんまりこれまでの時代で日本で描かれてこなかった画題であったり描き方だったりっていうのですごいセンセーショナルで迎え入れられたんですね。でそれに影響を受けたのが熊代雄飛という熊代熊飛じゃなくて熊代雄飛と言います。熊代雄飛という作家さんがそれに影響を受けていろんな人に広めていきます。で、宋史跡っていう人も出てきて、まあ、こういうふうに南品派っていうのは多かれ少なかれいろんな作家にこの時代を生きた作家に影響を与えています。谷文晁とかにも影響があったというふうに言われているので何らかのやっぱそれぐらい注目が集まっているセンセーショナルで迎え入れられて注目を集めた一派が南品派というふうに言われております。さあ駆け足で江戸時代をバーっていきましたけど早すぎかもしれないですけどこんだけたくさんいろいろあった中で250年ぐらい続いた江戸時代だったんですけども黒船が来航してきて、倒幕運動とかがあって江戸時代が終わるという形でその江戸時代が終わって西洋化門戸鎖国を開いて西洋化の流れの中で次明治時代どうなったかっていうのを次見てみましょう。アーネスト・フェノロサが一番最初に日本画というものを言葉として発した人になりますね。日展と院展という2つの大きな団体の日展の元の形になります。目に映るものだけ全てを描けばいいのかそれが全てなのかどれが選ばれるかというのは正解がない状態それが現代になります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。